さて、初期のバイオハザードに影響して作られた世界大戦が舞台のサバイバルホラーが登場ということで、今回はコンスクリプトの紹介を行います。こちら、プレイヤーは壊滅寸前の勢力側で、周りが次々と死んでいくという過酷な状況下に置かれます。そんな中、怪我を負った弟がどこかに行ってしまい、それを探すために敵に攻め込まれた基地内を探ります。 もう場所によっては真っ暗で何も見えない中敵兵の足音が聞こえてきたりとなかなかのホラー感があります。で、ゲーム性はラジコン操作ではない初期のバイオハザード風です。もうインベントリーは限られていて異次元倉庫がありアイテム組み合わせで効果が増したりセーブにインクリボンを使うなどまんまです。 で、発売日は2024年7月24日で、Steam では95%に好評300件ほどとかなり評価が高いです。Switch PS4, PS5, PS Xbox にも対応しています。というわけでこのゲームは買いなのかデモ版を一通りクリアするまでプレイした様子をギュッとまとめたので、どんなゲームシステムになっているのかどうぞご覧ください。 まずは難易度選択。これがデフォルトで標準的。上に行くと簡単なのかなじゃあデフォルトにしましょう。まあ、ここら辺の UI の流れとかも。バイオ風ですね。あ、これは任意にチェックを入れるというものか。多分デフォルトではインクリボン形式になってんじゃないかなこれはインクリボン不要。こちらはどっかのタイミングで自動的にセーブされると。じゃあこれチェックを入れずに始めましょうか。昔のバイオ形式ですね。そううかつにはセーブができないというものです。 お、いいですね。この写真の感じとか。2016年7月12日。大戦争の開戦から約2年。数百人もの人が死亡したと。7月11日。これ主人公かな母さん、お元気になりましたでしょうかベルダンに派遣されて9週間、ようやく手紙をかけたと。手紙もチェックされんのかな家族に出すためのね。これはピエール。 毒ガスで負傷して、完全に回復した。ドイツ軍と何週間も戦闘している。この古い要塞をめぐって。もう何の意味があるかもわからない。水は汚染されていて、物資も不足している。電話線ももう修復不可能だと。さあ、こっからですかゲーム開始。動かせますね。ああ、動きいいですね。これは 3D をドット絵っぽく見せてるのかな書き起こしてるんじゃなくてね。確認する。手紙の続き。 書いていたようだね。ここにはガラクタの山。何もない。じゃ、先に進んでみるか。調べる。誰がいないか誰もいないぞ。どういうことだ誰かおなんだこれあ、人がいた。よかった。ポワリュー主人公の名前かな。檻を別の場所に運ぶ左に見える檻ですかね。檻を運んでどうするんだ開ける。 なんか入ってましたね。タバコ。インベントリはこれかなタバコは左下に書いてありますね。このインベントリは数が限られていそうだね。状態は良好である。どっかにハーブがあるのか。これは扉閉まっている。鍵が必要だ。プレイヤー操作。L2 で照準、R2 で攻撃。回避とかリロードもありますね。これは回避。スタメンを使うんだ。ずいゆっくりとした。 回避ですね。状況を教えてくれ。マルセル。アンドレ私の名前か、アンドレさっきと違いますね、呼び名が。弟がどっかに行ったちょっとぞ地獄を見してやると。息巻いてますね。勇敢に戦えば敵はひれ伏す。なんか聞こえる。あれ倒れてる。大丈夫かなんでこんなとこで毒ガスを吸い込んでしまった兵士。昨日、放っておいてやるべきだろう。 もうどうしようもない状況なのか、これは。地図がある。支援号。これは地図か。ああ、マップが見れるんだね。マップ結構広いですね。かわいそうに。ここにもいますね。一人かなここ以外に置く場所はないと。お暗いな、ここ。なんだまた始まったな、アンドレ。主人公の名前は取れず、アンドレでいっぱいだ。これはインキー。 インクではなくてあ、ここで、あ、インクリボンね。まだいいか、セーブは。いや、これスタッシュかなそれっぽいね。ここにはいくらでも入るのかな物はね。異次元倉庫かもしれませんね。どっからでも取り出せる。じゃあ日記、記憶しましょう。インクリボン。あと一回セーブできる。で、ここで、ショベルか。これで壊せるんだね。L2 に、 おおなんだ、すげえ、ゆっくりと、モーション取ったね。これで R に押すと、攻撃すると。お宝だ。バスか、タバコ溜めると、強くなるのかなうん。溜めなくても撃てるけどね。長押し。照準だから、これで狙えるんだね。ライトスティック。包帯を回収した。包帯装備は、使うか、組み合わせとかありますね。消毒液と組み合わせると。 効果的であると。ファイルで今までの情報が見れるのかな画面左じゃちょっと怖いね。写真。周りの写真。奥さんかな裏にメッセージ。無事に帰ってきてね。愛するあなたのこと、いつでも思っています。あ、あれ敵かな勝負だ。こんなことこ普通にいるんだね。あ、おいおい。おら。奴らも掘ってきたのかふい来決まった。いいぞ。ヒットアンドウェイで。問題なくやりますね、今のとこ。 攻撃を誘ってから、殴れゃ OK だ。そう簡単には、倒せないようだね。やったとどめだとどめさせもう終わりか。戦闘なかなか面白いですね。この、殴る感じも気持ちいいし。確認する。側頭部が陥没している。シャーブルで叩かれた。こっから来たのが奴ら。行ってやろうじゃないか。ああ誰か倒れてる。マスカ。 ピエルのかヘルメットがああ。ピエル。頭から血を流して気を失っている。まだ生きてんのかよかった。前線に行かないとダメだと後で戻ってくるからな。ピエル。他になんかアイテムはタバコ未だに鍵は見つかりませんね。あ、これ押せるんだ。倉庫番チックに。なんかないかタバコを。 タバコがお金になるのかななんかそんな感じだよね。どこで銃が買えそうだ。要塞の地図。さあ、ここの地図も、なかなか広そうだね。地下もあるよ。2階に。調べがいがたっぷりありそうだ。警告。武器の状態を確認せよと。お宝が、ライフル弾。一発。いざという時に、使う形ですかね。さらにライフル。装備するか。 いや、8発,発入ってますね。調べる。火力やらないやら。性能が書かれてますね。割り当てってあるけど、ショートカット機に割り当てられる。勝負でもいけんのかな耐久性ありますね、これね。いるいるいる。敵だ。よし。これ、当たるかどうかわかりませんね。来るか発射決まったあ、一発で倒せないの。殴るか。ほら、こい。えい。 うん、倒せませんね。結構硬いんだな。まだ生きてる生きてますね。とどめ刺したとどめを。あとどめ刺した。やった。まず左のあいつだな。銃持ち。お一発やった。液体薬品。これで回復量が増えるんですかね。増えましたね。殺菌包帯。さらに前線出た。うん、やっぱマップ相当広いね。あ あれは味方がああんかこれもう精神的にやられてしまったんですかね PTSD これなんか使える使えそうだねあれなんか撃っちゃったあ撃てる撃てる機関銃弾は残り右下か18発うわ味方いるぞポンプ式ショットガンショットガンは強いでしょこれ はめろ。うわあ。あ、これいけるんだ。いけるいけるいける。強い。迎え撃つ。来い。マックスパワー。やった。一気に2体倒した。ガンパーツ。さあ、ぴったり押すと、アルコール。何使うんだ、これはこれはなんだ ?61。はじめの。なんかキー。番号のね。あれですかね。61。 61。開きません。あ解除しません。61じゃありません。61以外に何かあんのかじゃあ。他にも。ああ、なんだ何起きた爆発したぞ。毒発だ。やばい。あれあ、でもこっち開いてる。61。61で開ける必要なかった。毒発だ。逃げろ。そろそろ、しかし。 セーブポイントにつくんじゃないのなんか落ちてる。鍵だ。これでいろんな場所に行けんのかなこれ倒れてんの少佐赤いけどね。少佐はやられてしまったがついに。暗い。何も見えない。ああ。ええ、狙いを外すな。ドイツ軍を倒すんだ。道どっちだ、これ。上に行ける。 我々は撤退したって書いたんだけど、要塞から。なんだこのメモは。まだ戦っていたじゃないか。誰もいないのか死んでる。あ、発電機が。暗いな。なんか押してるメモ。ピエール。どこに行ったんだピエール。伝令の手紙。緊急命令。中隊長。敵は第二の攻撃を計画しているが、もう我々兵が少ないと。 支援号を制圧されたら兵は撤退させる。負傷兵は医務室に置いていけと。殺されなければ捕虜となる。後から連れ戻せばいい。もう余裕がないんだね。となると医務室かな探して助けを求める。スイーパー。なんだこりゃ。ピストル。新たな武器か調べる。ドイツ製のセミオート。火力は中程度である。しかし暗い。 なんか足音がする。いそうだな。ああ。横になんかいる。あ暗いからか。気づかれませんでしたね。うおーあああ敵だったやっぱり。こいつ強いからな。こんな暗い場所で。難しいよね。おおマジむずい。弾がそこそこ手に入るね。 おなんだポアリュ。なんでお前は私のことをポアリュって呼ぶんだアンドレじゃないの。アンドレポアリュっていうのもしかして。お何な、なんで怖いの今です。何すごい怖いよ。よ、ポアリュ。ああ。なるほどね。ちょっと特別なやつなんだね。武器商人なんだ。取引。いろいろ買える。インクリフォンもを買えるんだ。で、タバコで取引すると。ポーチ。弾薬数が増える。 大きなバック。インベントリが増えんのかな火薬、薬品に混ぜれば弾になると。改良できる。武器の改良か。じゃあ、ピストル。これを改良しようか。あ、どれか選ぶんだね。火力を増やす。はい。これで撃たれたら痛いぞと。離せる。残ってるのは俺たちだけ。もう誰もいないのか。次はこの上。排気場。暗い なんか廃棄されてるガースを食らった人が廃棄場にいたんだ。さらに増えてしまった。死体が。っていうことが。死体を廃棄してるんですね。上は骸骨かな。こっから敵が来る。ああ、なるほどね。鉄線を張れるんだ。こういう場所に。押して、タバコ。入る。なんか入れるよ。地下に行ける。うわあ。 まだ広いね。一通り明後日から行こう。これスタシカ。さあ、これで、懐中電灯。でも電池を使うと。ただし、暗いとこがこれで見れるかもしれませんね。お、ちょっと明るくなりますね、確かに。よし、地下に行ってみよう。明かりをつける。よく見えるね。 あら、鳥かごですかね。こんなところに。防災の鍵。さらに鍵をにした。さあ、鳩小屋。これで使えるかな使えましたね。死んでいる。なんてことだ。さらに鍵だ。補給号の鍵。あ、これだ。下に行けるっぽいね。 さあ、ここですね。これじゃ必要ない。ほんと、ど、おおさあ、デモ版クリアかなああ、コンスクリプト。で、これは本製品では、ちょっと脱出経路が異なるそうですね。まあ、まだまだ、行ってない場所いろいろありますからね。 さあ本日はここまでですね。もうデモ版でも1時間以上遊べる内容でした。果たして弟はどこに行ってしまったのか気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。